てないんですか。何してたんですか。ずっとここにいましたけど何か。ということで早速いきましょう。キミコとグラリーやんちゃ旅。はい、今回はですね、まあ、ちょうど宮崎に帰ってきてということで、はい、空港もにぎわってると思いますし、お休み取ってご旅行にという方もいらっしゃると思います。そんなところにぴったりの場所、はい、私たちも行ってまいりました。それでは早速、ダンサンダンサン、おはようございます。すごいね。すごいですね。今日は、はい、ここですよ。そうなんですよ。ミストもいい感じでボンボン私たちのね、多分ね、だいぶ涼しいですよ、これでね、うん、お肌を潤ってると思います。はい、汗じゃないです、潤いです、これ持ってきた、あれ。え、あ、あれでしょ、うん、一緒に出すよ、一緒に出すよ、せーの、でー、パスポート、パスポートありがとうございます、ね、念願の海外旅行かな、ほんと、やんちゃぶらり海外編というわけで、はい、ディレクター、今日はどこに行けるのかな。な今日空港の中です。あ？空港の中をぶらりします。聞いてないし。この大きいのいらんやろ。じゃあパスポートもいらないと。いらない。いらないですね。じゃあもうこれせっかく持ってきたから、はい、とりあえずこのまま行こうか。行きますか。はい。ついてきてください。行きますよ。最初ここインフォメーションで聞いてみましょうか。そうですね、はい、こんにちは。こんにちは。今のおすすめなんかありますか。そうですね、ただいま3回レストランにて行われておりますカレーフェスタでしたり、あと屋上、空港の屋上にございます送迎デッキのおすすめでございます。わー、カレーいいですね。いきなりもね、インパクト大ですが、他にも海外気分が味わえるおすすめスポットを聞いたところ、免税店があるということで普通は入れないんですけれども、なんとかお願いして許可いただいちゃいました。お店もいっぱいあるから買い物楽しみになりますね。あのですよ、あのですよ、何何、すいません、ちょっといろいろ見る前に、はい、トイレに行きたくなったんですけど、すいません、ちょっと今回ってる、これ、あ、回ってる、すいません、ちょっと行ってきます、行ってきます、すいません、行ってらっしゃい。早いな、いきなりですもんね、しかも小走りで行きましたから。おかえり、おかえり。あのですよ、ちょっとトイレがすごいことになってるんですよ、すごいすごいことになってる。トイレ一緒に、じゃあついて一緒に、すごいんですよ、そう、本当雰囲気も違うでしょ、この入り口。トイレに行くのにワクワクするってなんだろうね、これね。かわいい。かわいい。おー、明るい。すごい。え、何これ、すごい広がりですね。いやすごいでしょ。なんと空港内21箇所すべてのトイレが新しく生まれ変わってました。すごい綺麗。はい、女性用トイレにはパウダースペースがあったり、うん、トイレに行っただけで南国リゾートの気分を感じてしまいました。そして今回子ども用のキッズトイレもできたんですよ。素敵ですよね、うん、さあそれでは続いては免税店やってまいりましたよ、特別にね、うん、何ですか、押して押して、ポージャパン、みんなで分けられるからお土産にぴったり、日本語、イングリッシュ、Want a souvenir you can share? Try Pocky。さあこの機会はちょっと激しかったですね、すいませんね。この機会は全国の免税店でも珍しいものだそうで、5カ国語でポッキーの紹介をしてくれるんです。そして置いてある食べ物は海外の方から人気の高い抹茶味のものや、日本人にはおなじみのカレールーもこうやってありましたよ。さあそして一蘭のラーメンは特に人気ということだそうです。そしてここでやんちゃ旅恒例お買い物タイムです。いいな、あ、これ久美子さん、あ、歌舞伎シート、これ歌舞伎、今日本でも人気だもんね、歌舞伎ブレスなんて、はい、やっぱり今ハマってますからね。私こっち、よもぎよ、よもぎ似合うなんか、そうあと、ちょっと海外旅行っぽくないブル香水のセット、あ、これいい、ブ
ルガリです。じゃあ私これで、あこれちょっとお土産にほら一個ずつ、一、はい、個ずつ、いいな、いいね、というわけでどうですかね、うん、どうですか、とりあえずこれぐらいにしておきましょうか、うん、はい、買い物、はい、どこで払うのかな、いいですか、買っていいですか、買い物僕ダメですよ、え僕買えません、なんで、なんでえパスポート持ってるけどダメですダメやん、買う気満々だったのに買えなかったんですけどね、魅力的な商品ばかりでした。さあ続いてはカレーフェスタにやってきましたよ、夏のヒーハー祭りいいじゃないですか、ヒーハーしてみたいですね、いや行きたいと思いますこれ行きましょう、行きましょう、行きましょう、来ました、すごいグツグツ言ってる、スープカレー香りがもうすごいですね、スパイシーなんだもんね、わかるね、あとすごい具が大きい、ゴロッゴロしてる、こちらは灼熱石鍋スープカレ ー凝縮した旨味とコクのあるスープに宮崎さんの野菜がトッピングされています、おいしそうでしょ私の方にも来ました春菜トマトカレーです、すっごい綺麗なの、ちょっと彩りがすごい、見てください、これカレーだけでも食欲そそるのにこの彩りがまた、うんね、お野菜がいっぱい、野菜も、ね、こっちもスパイシーなんですけど、ねこっちはもっとスパイシーだそうです、うわーヒーハー言うわヒーハー祭りですから行きましょうか、行きましょうか、いただきます、いただきます、ちゃんとトマトが見えましたね今ね、うん、あー最初柔らかくて甘いと思ったら、うん、来ますね、来ました、ヒーハーしました、いやいやいやいただきます、うん、うん、ちょうどいい辛さ、あららいいですね、うん、でこんだけ野菜が入ってるから野菜の旨味がすっごい凝縮されてる、うん、ね、これね野菜だけと思うでしょ、うん、県産の黒豚角煮が入っちゃった、すごい早く早く11時、まもなくの11時ということで締め切らせていただきます、大阪駅506便をご利用のお客様で、あ、ちょっとそんな、すいません、もうね、この油の部分が超とろけるの、あーいいね、お肉の部分もほろほろ、いやー2つともほん本当に美味しかったです、美味しかったです、さあこの夏絶対におすすめですからね、さあ展望デッキにやってきました、そうですね、うん、あの子供たちにも大人気というあのエアプレインパークですよ、はいはい、ね、私初めてなんですよ、うそ本当に、だってここに本物の飛行機があるなんて思わなかったもん、ね、航空大学校のね練習機が置いてありますけど、行きますか、行きますか、はい、いや乗れるなんて本当に登場するみたいになっちゃってますねうわー見てくださいよこれ帽子、うわーかぶっていいのかな、めっちゃいっぱいケーキがある、あの私が機長なんで見てください、制服も着ちゃったすっごいもうなんか慣れきります ね帽子もかぶって、ちなみにこっちが機長席だそうです、はい、はい副機長、はい I have You have やりますよねありましたよね昔ね、さあこのセスナの搭乗体験もすっごく楽しかったですよ、実際に操縦桿なんかに触れることができるのでこの夏ぜひ親子で体験してくださいね、私たち2人もテイクオフもう一日回りましたけど、楽しめましたね、楽しかったね空港は旅行する人だけのものじゃないですから、そうみんなが楽しめますのでね、はい、で次回私たちここからそうですよ旅立ちたいと思います、はい
はい、いや楽しんできましたね。なんかね楽しかったですよ妙に。なんか食べるか喋るか買い物するかもう笑っていいですね。ね、しかも、うん、いそうです、いそうってかいますよね、うん、ああいう2人の女の子すいませんって私たちパスポート持ってるんですけどってどこでも入ろうとしちゃいますからね。まあ、今回特別に免税店の方ね、あのお邪魔させてもらったんですけれども、はい、いろんな商品ありましたね。品揃えがすごくって、うん、なんかねやっぱりあのお手頃な値段になってますので、日本風のものとかがあって、そうそうそう、で今回私たちはね、うん、あの買うつもり満々だったんですけど、はい、もちろんあれはちゃんとチケットを持って海外に向けて飛び立つ人のための場所ですので、ね、そうなんですよ、お買い物はできませんでした、はい、当たり前の話ですけどね、そうなんですね、できるんだけど、はい、それからですねカレー、カレー、いやあの石鍋カレー、くつ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 2つね、2種類は食べたんですけど、はい、本当美味しかったですよね。あのこれ全部であの夏にぴったりのオリジナルカレーが8種類販売されておりまして、夏のカレーなる祭典というテーマでやっておりますので、はい、8月いっぱいまででございます。皆さんぜひご賞味いただきたいと思います、はい、普通にね、普通に空港に遊びに行ってご飯食べに行くだけでもいいですもんね。食べるのもよし買い物もよしですから ね、 そ、 うですね。それからもう一つエアプレインパークなんですけれども、なんと朝7時からやってます。早い、はい、じゃあ登場前にも、うん、そうそう、飛行機によっては大丈夫ですね。で基本的には中学生以下なんですけれども、うんうん、あのそんな繁忙着じゃなければ大人も OK ということで、はい、そうです、はい、見せていただきました。偽貴重があったから、ね、はい、VTR のところでテイクオフってやってたけど映ってませんけどね2人でやってましたからね、はいはい、というわけで、はい、今回はね本当に楽しんできました。空港内をぶらりとしてきました。はい、ではここでですね宮崎ブーゲンビリア空港のおすすめ情報をご紹介したいと思います。はい、さあまずはイベント情報です。パティスリー原の人気商品棒チーズの実演販売が行われています。焼きたて熱々の棒チーズを1本168円で販売。期間は8月18日火曜日まで、時間は午前10時から、場所は空港2階にあるキムカヤの前です。なくなり次第終了です。はい、うん、そしてサンシャインマーケット2015も開催中ですよ。宮崎限定グッズや人気キャラクター商品、そしてハワイアン雑貨などのアイテムが販売されています。期間は8月31日月曜日まで、時間は午前7時30分から午後7時までです。場所は空港1階のオアシス広場です。最後はこちら、空港3階にあるレストラン夢神楽では、昼間でも備長炭を使ってジューシーに焼き上げた鶏ももの炭火焼きが味わえます。県外から帰省した方には特におすすめです。ぜひご賞味ください。はい、というわけでね、あの本当皆さんもいろんな方を迎えに行ったり送りに行ったりする際に、またちょっとね時間早めに行ったりしてね、楽しんでいただければと思います。トイレもチェックしてください。はい、そうだそうだ以上、キュミコとアハギのぶらりやんちゃ旅でした。では CM の後はゲストコーナーをお送りします。